ギターの天才出現してしまう。ボッチザロックの影響もあってギターを始める人が増えていますが、誰もの前に立ちふさがるのがバレエとか制覇と呼ばれる一本の指で複数の弦を押さえるコード、その代名詞のように言われるのが F。 ただこの壁をあっさり乗り越えてしまう人もいるようで、ギター練習3日で F コードを流せるようになった。もしかして才能あるか？あるな。イングウェイ・マルムスティーンレベル。すごいやん、才能あるで。天才や、いつかセッションしようぜ。 F ってあんな悲観し、今の勢いで B も鳴らそうぜ。コードつまんない、ソロやるの。 B を人差し指と薬指だけで押さえられたら才能あるよ。今試したらいけそうな気がするわ。F なんて5分でできるやろ、B の方が難しい。そして1万の初心者殺しは現行感。普通やろ、Y も3日目くらいで安定して抑えられるようにやったし。まあジャンルによるけど結局パワーコード主体になるしな。ただ綺麗に鳴らせてるならなかなかのもん。以降 F がスムーズになる練習だけしとけば全部弾ける。 F は握り込めるからたまにそっちも使ってる。動画見ると手のでかい外国人は B まで握り込んでるわ。YF より B のが苦手やわ。なんでやろ、指の形かな。本来コードを抑えるのに握力はあまり関係ありませんが、最初のうちは握力が強かったり手が大きかったりするとバレエコードをあっさり抑えられてしまうこともあるかもしれません。でもバレエコードが抑えられなくてもパワーコードがありますし、毎日楽しくジャカジャカ弾いていればいつの間にかできるようになっているものです。このチャンネルでは音楽系スレの動画を投稿しています。ぜひチャンネル登録お願いします。